岡田です。キーパーヘンリー福間です。クレーンゲームの中に入ってる食い物を食って先に2キロ太ったやつの勝ち。この3人で大食い早食い対決でございます。クレーンゲームの中身をですね、大食いするみたいなのがね、生配信でやってたりしたんですけれども、はい、今回はですね、はい、2キロ先に太れでございます。なるほど。過去にもね、メンバーからのものでとかやってます。だいたい最初に自分の体重を測って、こんぐらい食ったから俺今2キロぐらい太ってんだろうっていうタイミングで体重計に乗ります。で、乗っていいのは2回まで。2回までね。はい。これ2回目乗った時に届いてなかったらもうその時点でそっちはバカです。いや、バカではない。最初に2キロ太ったやつが勝ちです、うん、今回ですね、こちらの UFO キャッチャーの中に、こういうものなんか散々入ってるんですけど、基本的にはこの右側のクレーンゲームだけ使います。まあいろいろね、細かいものから、まあちょっと大きいものも入ってるんですけど、ごちゃごちゃっと入ってます。一人ずつやっていきます。はい。で、一回失敗したらもう次の人に交代しなきゃいけない。あ、そうだ、一回、一回ルールなのね。一回ルールです。はいはい。で、こっち、左、お、これがですね、大特化ゾーンと言いまして、はい、飲み物とか、まあ、単純に体重を稼げるものだったり、あとこれ、これ食いてえわっていうものが入ってます。ただこれ、このゲーム通して2回までしか使いません。2回だ。2回だけ。2回、2回だよ。エイジいないから頑張ってんの。で、今回ですね、食べ物適当に入れただけなんで、出ていくうちに、もうここまで届かないわみたいなのがあるんで、そういうことになったら、ゲームの中村さんに、はい、徐々に行ってやってみます。どうですか、お腹ペコペコですね。いや、めっちゃ腹減ってるし、俺一日今日何も食ってないから。あいつ、朝で食った、絶対。朝で食ったって言ってた。朝定は食べたけど、夕方ぐらいに、夕方食ってんの？夕方食ってんの、お前。でもね、シュークリームとお菓子、ちょっと食べちゃった。そう、はい、それではですね、ゲーム開始前に、はい、みんなの体重を、じゃあボンクラからだってよいの上おめでよ、あ、ボンクラ乗ります。くまちゃんの体重は、くまちゃんやべ、体重 58.9。 メニーちゃん、はい、いきます。 68.8。 将軍はムキムキだからな。俺ね、結構ね、最近筋トレしてるからな。あ、でも69.7。はい、じゃあみんな自分の数字覚えましたね。はい、はい、こっからプラス2キロ。はい、はい、じゃあクレーンゲームの順番をじゃんけんでまず決めます。最初はグッじゃんけんぽい。はい、グッじゃんけんぽい。シュッシュッ。あ、1、2、3番で、ね、マジか。でも失敗したらすぐ次の人に交代だから、うん、じゃあヘンリーさんからいきます。別にクレーンゲーム どんぐらい取れるか分かんないからね。僕のね、パンを取ろうと思って。全然中本狙ってない。え、何狙ってんの。え、マジか。一番食べたこの状態で、一番食べたいものを食べたいで。です、もう行くの。はい、もう行きます。あと1回しか食べてる。でもこれ1回失敗しちゃったら、もう向こうの権利ってことさ。大丈夫だよね。え、ちょっと大丈夫だよね。ちょっと頼むよ。え、行った。完璧にいけるじゃん。僕何狙う。右側さ、取れるそもそも。チャーハン行きたい。あ、やばっ。チャーハン行きたいです。チャーハン行きたいです。すごいとこ狙ってる。え、すごっ。もう頑張った、すごっ。頑張った、頑張った、頑張った。あ、募集。すごっ。やったー、チャーハンゲット。もう僕らは、もう今、チンマツっていう、あ、じゃあもう、取れないとだって勝負に。いや、頑張って。勝負してるのに、こっち行きます、もう。頑張って、ヘンリちゃん。何狙いだな。ちょっと手伝ってほしいです。はいはいはい。2番を押して、ストップって言ったら、ボタン離してください。はい、2番。はい、大丈夫です。はい、ストップです。あ、遅い、遅い。戻る、戻る。こうか。あ、はい。正面がやったじゃん。え、あれ、もうがっつり取れんじゃん。待って、3番押さなくてよかった。いや、3番押さなくて、多分大丈夫です。おー、あんまあ、こっちで。あマジか。かわいそう。選手、頑張って。3番押したらたまらない。え、待って、でも将軍あれか、左の権利残したままか。うん。で、取れたから。おすごくね。あ、太る企画でサラダ。だって取れなきゃ食えないじゃん。俺いっちゃうよ。いただきます。はい、ということで、くまちゃんカレーからいただきます。やった、いいな。いただきます。え、やばい、今ちょっと早いな。いただきます。じゃあ俺も追いつくぞ。カレー熱っ、うまっ。いや、うまいだろうな、一発目は。そのままです。早い、エリーちゃんが。いってらっしゃい。やっぱちっちゃいの狙うっていうのも全然一つだ。うん、じゃあ行きます。エリーちゃん、まだあっち使わないんだね。一回使ってもう油にしちゃってるんで。マジ辛い。
お前そのカレー狙ってんの？お前これ辛く食えないよね、多分。あでもマジで？え、でももう食ってるよね、だからまだできる。辛いとこで選んでる場合じゃないもんね。いいわ、ヘンリカ。何狙ってんの？またカレーで。辛いよりも食べることが。え、でもちょっとむずいんすけど。ヘンリカやばいんじゃない？はい、バレック完食。マジか。いいね、食うよ。あっちカレー。食うの遅いんだ。俺も完食。いけるいけるいける。よっしゃ、あー、なん、マジか。じゃあ次俺行きます。無理なのこれ。そうだね、すぐ行けるやつがいいな。あ、いや、無理だろこれ。え、はいはい、これむずいぞ。トレンドはつわる逆に。え、待って、嘘でしょ。いや、これマジむずいっすよ。え、なになになに、え、なんて喋んないの。え、なんて喋んないの。いや、ダメだろ。じゃあ行きます。早く早く。え、なに、乗り目。うん、うまっ。エンディちゃんうまい。え、人すごっ。しゃ、すげえ。ゲットしました。分かった。俺も将軍取られるのに。どこだ、またそれ食うの。またそれ食う。将軍に取られたらこれやばい。ここうまい。いや、食べるじゃない。おー、楽しいんだね、クレーンゲーム。楽しい。あ、おー、しゃ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 。ちっちゃいので食めるわ。分かった、温めなきゃいいんだ。温めなきゃ俺は倍の速度で食える、多分。やだ。あー、勝負ない。あー、勝負ない、勝負ない、勝負ない。これむずい。まずいな、これ。これ、ヒッポーさんも苦戦してる。やばい。頼む、本当に取れ取れて。ええ、なんでこれ取れた。そぼろ飯。いただきます。今回認められているのはこの水だけです。あとは UFO キャッチャーの中から取らなきゃ水分すら取れません。温めたやつが辛すぎてめっちゃ飲んじゃったんですよ。はい、完食。次に食うやろ。ちっちゃいのに攻める。あ、むずい、マジ取んの。やばい、井上来ちゃう、やだ。これ結構むずいって。どうなってんの。こんなに何回も大食いやってどんぐらい自分が。やばっ。高本で、はし、カレー完食。これはでかい。でね、カップラーメンをね、これ取れたらめちゃくちゃいいよ。なぜかというと、スープが入ってる。確かに。めっちゃ強い。確かにな。うわぁ。え、俺さ、うん、苦味いい？うわ、オレンジジュース狙います。今は無理だよ。うるさい。頼む。オレンジジュースありきで考えてた俺。もうどんまいだよ。じゃあいけるか。いや、いける、いける。え、マジ。ああ、惜しい。いや、よく前回の人は取れないようになってるからこれ。うるさい。ほら、おい、破れ、袋破れ。マジ。マジで。え、そんなこいつ、こいつすごい。もう食べちゃいます。何やってるね、ちゃんは。卵パン。いや、卵パンさ一生取れないよな、マジで。いや、それソーセージパンだし。むずくないこれ。無理や。あれ、ソーセージパン食うじゃないですか。おー、うまい。じゃあ、私もこのタイミングでカップヌードルに入れてきてもらったんで。じゃあ、ソーセージドッグいただきます。ちなみによ、ちなみにどう、お腹の代わりにな。え、でもいい感じだよ。まだ1とか。チャーハン食べたよね。わかんない。わかんないんだ。一緒にチャーハンとちっちゃい丼とそれ食べてるよね。え、なんで俺のことそんな知ってんの。怖っ。ストーカーなの。ちげえだろ、隣いただけだろ。辛っ。え、それ結構辛いじゃん。優しい。うん、早っ。うお、早い。飲んでたか、多分。やばい、ほんと俺これ全部汁まで飲めば、俺これで全部汁まで飲めば 1.3 はいける。なんか確かに弁当2個食ってたらいけてるかも。1.7 キロ。うん、おいしい。
キャピタルしてる。おお、すげえ。うわ、うまい、うまい。ちょっと成長してきました。もう次いく。ヘンミちゃんが卵パン大好きなの。ヘンミちゃんね、卵パン大好きなの。俺も知ってる。うわー、美味しそう、食べれない。早いな。え、まだ小学生ケーキ一回も使ってないから、もう余裕でぶっちぎりたい。だからこっちでいっぱい食べといて、もうあっちでもう怒涛の怒涛のうるさい怒涛の中。うるさい。え、これやっぱ難しいです。これあれだんだんだ、将軍の術中だ。イライラさせるっていう。そうだよ、そうだよ。イライラさせないと、だって頭薄くなんないでしょ。動画に勝つとかじゃなくて、俺を下げさせるっていう中長期的な目標が。二の目ちゃん取れないね。俺もちょっとで終わっちゃうよ。これ終わったら一回乗るわ。いや、絶対やめた方がいい。いや、プリンとかなんか取っときなよじゃん、一回。解説するな。ほら、イライラする。黙れ。イライラするから。してねえよ。あげるぞ。あげねえ。いけな、エニーちゃん。取れるかな。あー、マジか。欲しいんだよ、これ。やばいことになってた。はい、お昼も飲みました。完食です。井上、おお、あー、マジか。めっちゃ楽しいんだから。これ本当に難しいよ。ヨの方が外側に広がってしまっているのもあるので、はい、僕の方で真ん中に寄せるので、一旦お待ちください。いや、すいません、ちょっとこれ乗ります。え、乗るんすか。じゃあ乗ります。はい。僕は 69.7 でした。 OK です、ありがとうございます。じゃあ俺も行きます。行きます。僕は 58.9 でした。これね、OK、 OK、 大体分かりました。おー、すげえ。お前すげえ取り方しようとして。おー、マジかー。俺じゃあ行くか、こっち。あー、やった。マジですか。麦茶狙いだ。マジ頼む、マジ頼む、外せ、マジ頼む、外せ。え、いけっかな。いや、重すぎてさ、いけないから引っかかれ、引っかかれ、引っかかれ。ゆうえ、お前のゆうえや、お前。え、待って、将軍があんな位置ちゃうじゃん。え、どうしよう。あ、でもしんどそうだな。こっち行きます。あんま飲んでねえな。あれ、え、こっち、こっち行く。こっちから、そっちから。下手くそすぎない。え、待って、あいつ下手くそすぎすぎる。え、お前、いや、ヘンリー、ヘンリー。終わったじゃん。いや、終わったな、お前。もう使えない。いけ、俺行ったって。これほら、なんで盛り上がんねんだよ。え、みんなうますぎるんだよ。こっち悪いな。でも、マジきついよ。お前ね、多分洗濯ミス。あ、洗濯ミス。あいつ、あいつ、なさすぎてちょっと不適さらない。下に落とさないと。お、ヘリちゃん好きなやつやった。やっとゲットできました。ヘリちゃん好きだよね。菓子パン好きなんだよ。でも甘いからさ。え、いただきます。やばい、食分飲み終わった。えー、マジですか。やります。これもし超えてなかった場合、ビーバーさんはもう失格ってことですね。超えてなかったらバカだわ。とりあえずじゃあこれ、もしも超えてなかったとしても言わないから。どうぞ。最初の計測で何キロでしたっけ。69.7 ですね。つまり 71.7 キロ。そうですね、出れば勝利。いきます。リバさん優勝。71.8 キロで 100g。 危ないとこでしたが。危ないとこだった。本当にまだ1回もやってないから。1回目の体重測ってきていいですか。どうぞどうぞどうぞ。はい、68.8。 所感はもう行く。ごめん、お前の範囲は。あ、ごめんなさい、計測前は何キロでしょう。 58.9。 60.9 になってれば OK。 これね、ごめんなさい、合格。おー、
2位。これもちょうど100キロオーバー、100グラムオーバー。え、マネしないで。え、じゃあもう終わり。